いどうもやってきましたズンズンチャンネル。はい、ということで今日はですね、もう今年ももう言うてる間に終わりますよ。もう今もう11月中旬で、12月なんかもうほんまやること多いから、これもう一瞬で終わるじゃないですか。もう気ぃついたらもう来年になってますからこれ。ということで2023年ね、これもう始まってもう一発目に景気づけに、もう2023年はレゲエの年にしますから、一発目はね、ゼップで、ゼップ大阪で、新春祭りやりたいと思います。はい、その名もズンズンフェス2023新春マットアゲンスペシャル。おおマダゲンですよ、もう狂いますよ。はい、もう2023年はほんまマダゲンですよ。もう狂い倒したろうかなと思いまして、一発目から、ゼップ難波、もうそこです。難波駅の裏です。そこで、開催しますと、いうことで、これもう絶対みんなスケジュール空いてると思うから、思い寄ってあげといてください。ほんでまあ大阪以外からもね、あのいろんなとこからお越しください。ほんでこれなんですよ、あのちょっと詳細読ませてもらっていいですか。2023年1月9日に、開催します。祝日ですね。はい、大阪の人、関西の人は知ってると思いますけども、1月9日はエベッサもやってます。はい、去年もそうでしたけども、今年もエベッサの、これは初めのエベッサですね。初日9、10、11がエベッサで、10日が本エビスなんですけど、これはもうエベッサの初日ですね。はい、多分この日が一番多いと思う、今年は。祝日だし、だからもう街もかなり賑わってると思うし、来年はね、もう多分出店もまあもう出るでしょう。分かんない、分からんけど、まあまあ去年はやってましたからね、言うても店は出てなかった、ちょっとちらほらね、なんかこうコロナ前みたいにうわーみたいになってなかったけども、まあちょろちょろと出てまして、でまあもうだいぶ落ち着いてきてますから、あのひょっとしたら、そういうのも出てるかもしれないですね。はい、でですね、時間の方なんですけども、16時から、21時までということになってます。まあだから早い時間、そうですね、まあ遊んでもらって、帰ってもらうという感じで、21時までですね、はい、21時にはお届けするという感じで、やらせていただきたいと思っております。でですね、あのチケットなんですけども、オフィシャル先行予約が11月24日19時から、11月27日、23時59分まで、この4日間かな、はい、4日間、先行予約やりますので、ちょっと行こうかな思ってる人はもうここでバチッと押さえておいてもらった方がいいと思います。なぜなら全部が完売してますから、あのゼップでやるやつは。でこの前もね、ジャパニーズレゲーのやつチケット販売して、もうほんま結構一瞬でなくなりましたし、ハードタイムもなくなってますし、こうもう結構最近もうチケット完売ばっかりですから、できるだけ、行こうかな思ってる人は早めにチケット取っておいてもらった方がいいかなと思ってます。はい、でですね、まあ、その先行予約なんですけども、と先行予約にしかない、チケットがあるんですよ今回は。でそれはどういうやつかというとですね、まあ、S 席だから、 S 席はもう先行予約しかないってことやんな。そうです、この期間にしか買われへん。そうです、だから11月24日から11月27の間しか買えへん S 席っていうのがあります。でどういうのかというとですね、まあ、T シャツ付きですね。で前方エリア、S 席エリアみたいなのを作りますので、まあ、そこで見てもらうと。で優先も入場も、一番早く、入場してもらうっていうやつですね。はい、でですね、 T シャツの方はまあ当日渡すんですけども、まあ、S から XXL まで、サイズ展開5個、 SML、XL、XXL っていう感じで、で、まあ、これで、チケット代が1万円、1万円ポッキリ。ズンズンフェスではね、よく夜音でも
イヤホンでも毎回やってますけど、1万円ポッキリで。ただこれ人数がね、無限にやるわけじゃないんですよ。そもそも今回 ZEP 1200人しか入れれないんですよ、はい、前回よりはちょっと増えたんかな。そうですね、去年やった時は多分800人まで。そうですね、だいぶ絞ってましたね、あの時は一席空けながら。そうそう、800人までしか入れられんかって。で今回は1200人、ちょっと増えたんですけども、まあ、それでもまあ制限してると。でなんで制限してんのかというとですね、まだ一応そのコロナの関係でその大阪市やったりこう ZEP からのガイドライン的なのがあって、その声出したりね歌ったりする場合はキャパの半分にしろっていうお達しがありまして、でまあどっちにしろね、もう来た人はやっぱ声出したいやん、ポーとかね、こうもうレスパーイーダーとか言いたいわけじゃないですか。だからまあちょっと今回はフルキャパ、まあフルキャパももう解禁されてるんですけど、まあフルキャパにすると声が出せない、だからまあ無言でこう手振る状態になっちゃうので、まあどうせ来たらやっぱ声出したいし歌いたいやんっていうので、まあ半分に絞って1200人でしたっけ、1200人で今回は開催ということなので、まあもちろん S 席とかにも枚数の限りがあるので、できるだけ早めに取ってもらった方がいいかなと思ってます。はい、で S 席がまあ1万円で T シャツ付きで、前のエリアね、一番ステージに近いエリアで、まあ優先入場と、まあ、これが S 席で、これはまあさっきも言いましたけども、オフィシャル先行でしかゲットできませんので、これくれぐれも、これ何回言うてもね、アホなやつがね、一般発売した時に S 席ないんですかとか、いやないから、これもう先行の時だけやから、はい、ゲットしてみてください。でまあ一応その先行の時にじゃあ S 席じゃなくても大丈夫って人は1階、アリーナっていうかな、1階席がいつもの通りよろしく円4649円、これが1階ね、だ S 席の後ろってことですね。で2階 ZEP は結構2階からも見やすいので、2階もあるんですけど、2階は5500円と、ちょっと2階の方が高い、2階の方がこういう感じで見れる、見下ろせ、俺らを見下ろすって感じですね。年齢はですね、未就学児は入場できませんということなので、小学生以上、小学1年生から入れます、小学校1年生から。年齢制限は上はないと。でまあ小学生でもチケットがいるっていう感じですよね、はい、って感じですか。はい、はい、全席指定なので、はい、場所決まってますので、はい、後ろから割り込まれたとかそういうこともないですし、もちろんない、押されたりもないですね、うん、自分のスペースは確保できます、はい、ということで1月9、レッドスパイダーはもちろん参戦と。でまあこれまた一人じゃね5時間大変なんで、よし 4,5 時間、大変なので、まあこれまたいろいろ出てくるでしょう。もうそれはもうみんな予想しててください、勝手に。そうですね、あいつ出る、こいつ出る、もうバレてると思うけどね、大体ズンズンフェスズンズンフェス言うてるから、まあ、ズンズンにゆかりのある人たちがまたごっさり出てくると思いますけども、今んとこ発表はまあレッドスパイダー with、サウンドシステム兼皆殺しということなので、もうレッドスパイダー見たい人も絶対に、年明け一発目はこれで、決まりでしょうという感じでしょうか。これより前は年明けないですか、ね、入れてませんので、これ2023年一発目皮切りに、こっから緊急事態に向けて、走っていきますので、ちょっとねこれ見てる人はもうぜひぜひ遊びに来て、2023年の方もサポートよろしくお願いしますということで、先行予約忘れずに、まとめて概要の方に貼っときますので、チェックして、2023年一発目はズンズンで遊んでいきましょう。